はい、おはようございます。ゆるゆるです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、皆さんからご支援いただきましたジャーキーね、家臣力アスカに与えたいなと思いますね。よし、じゃあ早速いっちゃいましょうね。今日はですね、猟犬力祭りということに、ね、なっておりますね。猟犬力営ということでですね、いろんなねジャーキー届いておりますので、こちらね与えたいなと思いますね。お、こちらですね、こちらね、生ハムね、贅沢ビーフの生ハム風ということで、ハッピーバースデーリキ、ビーフの生ハム風ジャーキーもたくさん食べてね、おやつを一つにまとめられなくてごめんなさいということで、いやいや、いつもありがとうございます。ランナー4度5時、本当にありがとうございますね。7月の12日でしたっけ確かそうだったはずですよね。確認したいところなんですけど、おそらくね、7月12日だったかと思いますね。こちらね、ランナー465さんから、まあ、一足早いですね、ジャーキー送っていただきました。ありがとうございますね。これ、強引に食べさせていいやつですね、確かね。やったね、アントナちゃん。はい、それね、今日はね、いつもと違った感じですよ。いつもと違った。すいません。猟犬力営ということなんですけど、申し訳ございません。序列っていうのはですね、うちにはございまして、家臣から与えますので、ご理解の方よろしくお願いします。はい。よし。よし、力。はい。ちょっと遠いけど。誕生日、一足早いけど、おめでとう。いっぱいよ。いや、おいおいおい。はい。ガブッといかんさい、ガブッと。よし、アスカ来い。アスカ座れ。よし。おちょぼくしてだけ。なんか偉い可愛いなぁ。はい。これが正しいかな、これがね。はいはい。はいはい、どうぞ。はいはい、どうぞ。今日はですね、ごめんごめんごめん。リキちゃんごめんなさい。ね、今日はですね、ちょっと初めての試みっていうのもありますね。まあ、どういうことかというと、3日目でね、座れ。でも伏せないけどね。こりゃ、おりゃ、リキ、3日目でね、お届けしておりますね。3日目ですね。はい、アスカさんどうぞ。こんにちは。そうですね、いつも家の裏にいますからね。なんかものすごいおちょぼ口で、あれ、座る、いいね、癒しいって家臣が最近言った一番、あんた家臣が癒しい。痛いって家臣は。ちょっとなんでアスカは食べるときペロンってこう舌を出すわけ、こんな感じ。はい、今出されたけどね。家臣ダメやろ。そう、座れよ、座ろ。
入れよ。歌詞はね、大体ね、癒しすぎないよ。でね、アスカがね、微妙にいいポジション取ったよね。微妙にいいポジション取ってる。やっと学習したね。やっと学習した。そこが一番いいポジションっていうのはね、向こうに持って行くまでもないっていうことをね、やっと学習したね。いいこっちゃ、いいこっちゃ。はい。そういうあなたにね、いっぱいあげましょう。ね。大体ね、リキさんということで来ておりますので、はい、リキちゃんどうぞ。あ、激しいってリキも。あと激しくなってて。ちょっとアグレッシブになってきた。その調子で、ネクスガードスペクタラを食べてもらっていいですかね。すわれ。いいね、アスカいいよ、はい、リキーね、あれてめえこの野郎、歯立てたら痛いって、歯は立てん。リキーがもしね、解明するとしたら熊五郎だね。熊五郎みたいな顔してるよ、リキーは。痛い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 、その調子で本当ね、薬とかね、ネックスガードスペクトラも頼みますよ、リキさんは。はい。お、なんか、ちょっとあれやね、歯は当たらんけど、ちょっと歯を立て出したね、アスカは。ちょっと歯を立て出した。ペロンってして、ペロンって。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。ちょっともう一回やろう。アスカ、来い、座れ。うまい、ペロ、そう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 、ペロペロって変な感じで聞こえるわ。気のせいかな。微妙にね、アスカがね、家臣をブロックしてるよ。で、家臣はね、座ってませんからね、あげません。痛い。家臣はあんた座らんとやられんよ。そう。あ、そう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 、優しくね、優しく、そうそう、あすか、そんな感じ。やっぱさすが上手。うん。だんだん低空飛行になっていけるよ。あすか。で、家臣は座らんからあげません。一番お行儀悪いですよ、はい、どうやら忘れた。そう、そういうことよ、そういうことよ、そういうことよ。はい、ということでね、ありがとうございますね。よし、じゃあ次行っちゃうよ。次もね、猟犬リキさんへということで、来ております。いつもありがとうございます。さあ、どなたからでしょうかね。一応ね、おそらく到着しているかと思うんですけど、実際にバラバラに与えているかと思いますね。あれ、もうだいぶ前に送ったのにまだ届いてないのって思われるかもしれませんけど、すいません、もうちょっとお待ちくださいね。梅雨の金山ありますしね、すいません、お待ちくださいませ。あ、こちらもランダン465さんです。こちらは、メッセージのはありませんけれど、こちらですね、いただいておりますね、こちら。これ、初めてだな。鶏コラーゲン乳酸菌入り、チキンミートボール。あ、チキンミートボール。これいきますか？こんな感じですね。こんな感じ。座れ。お、上手。
もうそんなにするなら力が食べんでいたよ、力さんへということで来てますけど、食べれるか食べれんかわからんみたいな感じで上手。お、なんか遊びるね、力は。座れ。お、上手。座れ。なんかアスカがいるとめっちゃ面白いね。はい。あ、すみません。あとで撮ります。はい。はい。アスカさんどうぞ。もう見て。家臣と力をほら、何も座ってないけん、もうやられんもん。アスカだけやん。俺子さんしてると。もうずーっとやるよ。もうそうしようと、ほら、そう。家臣はやられ。そう。ずーっとやる。そうやってしようと。で、まあ、座ってもいいよ。座ってもいいし、伏せてもいいよ。そう。ものすごい低い。そこら辺のローダウンの車よりも低いよ。下手くそ。遠い遠い遠いって力は。よし。ほら見て、家臣とお兄ちゃん二人は見てごらん。ほら立っとるけどやらもらえんよ。アスカだけエンドレスよ。アスカだけものすごいエンドレス。力はじーっと見よるけど座らんとやられんよ。そう。そうよ。リッキーどうした今。びっくりした今。そういうことよ。あなたたちは恋よ。本当恋みたいな感じになってるよ。もうペロンって。来てるような感じですけどね。ポツポツと降ってきましたね。本当は大体は雨降る予報ではないんですけどね、まあ、曇りの予報なんですけど、ポツポツと降ってきた感じですね。守ってくれたらいいんですけどね。映ってるかな、ちゃんと。なんか僕の手とかジャーキーの袋とかで、アスカこっち来いて、もう癒しいてあんた。それでちょっともらえるやったろ、こうやってしたらもらえるやったろ。それでいいよ。はいはい、よし。はい、もういい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 、アスカはもう微妙に家臣をブロックしてるって。あんた、あ、じゃあボスば、あの力、そういうことよ。リキもそこら辺の車より車庫台になってきたよ。はい、もういい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 、アスカはほら、遠いって。リキは下手くそで。
必ずあの罵声を浴びせるという必ず罵声を浴びせるというスタイルです。またほらアスカの、ほらアスカの一人舞台よ、一人静かよ、アスカの一人静か。それよ、アスカじゃない、あんた誰の名前、リキよ、そういうことよ、歌詞が違うんよ。気づかない、それなよ。アスカが一番面白い、その食べ方がね、食べ方が一番面白い。もう今のは面白い。痛いって。リキは下手くそだよ食べるのは。家臣は絶対この投げるの見えてないと思うけどね。ただとりあえずタイミング的に口を開けたら入っちゃってますみたいな感じよ。下手くそ。もういいいいいい、アスカはもう、もうそういうのはないんよ、もう。よし、あと一個。はい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 。お、リキおめでとう。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっとあの、雲行きも怪しくなったので、今日はですね、この辺でお開きにしたいなと思います。いつも本当にありがとうございます。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。